キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今回はですね、はい、サムネにもあるように中日ドラゴンズ、はい、ありそうやトレード、うん、早めにありそう。もうね、うん、挽回していかないと、はい、あの15敗借金が休養ラインちゃうかみたいな今騒がれてて、はい、ね、気にしないで頑張っていきます、いやちょっとは気にしろよみたいなね、なんかコメントなんかあったけども、はい、ね、うん、その中で早めにね、うん、今回ちょっとパンチあるやつ出すから。誰だろう、難しいよ、うん、最下位のチームでトレードを出すの難しいから、うん、そうですよね、うん、下手したらもう12球団で一番パンチあるかもしれない。へえ、もうこれドラゴンズファンの皆さんがどう思うかは知らないよ、うん、知らないけども、はい、俺はもう賛同を得れると思う。へえ、そうやっつって行こうっつってなります、なると思う。立浪さんだったら出すかもしれないって可能性ある、はい、あとファンの人もあそれありかもって思うかもしれない。へえ、誰出すの、はい、いいですか、はい、トレードに出してあげた方がいい選手、第1回選択希望選手、中日ビシエド。ビシエド、はい、ビシエド出します。うん、もうだって2軍じゃ、もう2軍じゃ無双してんだよ、はい、で1軍来たらなんか、うん、ね、今そっとパッとしないけど、はい、ひょっとしたらだってカリステ、はい、でアルモンテ、アキーノ、うん、外国人いっぱい取ってきたけど、はい、結局試合出るとビシエドだけじゃんみたいな。そうなんですよ、ね、あの3人どうしたんやみたいな感じになるけども、ビシエドもまだひょっとしたら、はい、ちょろちょろしてたら2軍に落とされるかもわかんないじゃん、うん、まあまあ確かに今年やっぱホームランだって全然打ってないじゃないですか。そうそう、この前やっとロッテ戦で打ったからね、うん、多分1本2本、2本ですよね、うん、でしかもチャンスに打たへんしね、はい、ってなった時によ、うん、また2軍落とすんだったらもうやることないのよ、うん、ビシエドなんて2軍で、はい、もうそれだったら、うん、もうトレードだぞビシエド。過去にもあるから、うん、エスコバーがそうです、ね、ラミちゃんの時に、うん、日本ハムから横浜に、はい、外国人もトレードで、うん、ウィーラーもね、はい、あるから、うん、外国人のトレードもなくはないの、うん、ってなった時に、はい、生涯ドラゴンズ宣言、うん、ビシエドは、はい、しちゃってるけども、はい、トレード、うん、外国人、うん、欲しいとこ、うん、あるんちゃうっていう。だってなんかビシエド選手は、まあ、成績どうこうにしろなんか中日には欠かせない選手みたいなこう、うん、イメージが植え付けられてたわけですよ、うんうん、でも確かに成績見ると環境を変えたらドーンっていく可能性もめっちゃいい球だね。ある、うん、ビシエドの環境も最適だし、はい、そのチームも多分ビシエドめっちゃ欲しいやろっていう、すっごいいいチームあるね、うん、あるあるんですよ、うん、知りたいですか。知りたい。それ13回です。だいぶ先。13本目の電動がだいぶ待つな。めっちゃいいとこあるんだよ。知りたいですか。知りたい。じゃあ、はい、今回特別ですよ、はい、13回目です。特別じゃないじゃないですか。で俺はもういいんちゃうかと思う、はい、ビシエド、うん、もう2号落とすんだったらね、はい、2号落とすぐらいだったら俺はもう、うん、あのいいと思う。落とさないんだったらあれだけどね、うん、もう使わないんだったら欲しいところはめちゃめちゃあるし、めっちゃいい選手と交換できそうな気がする。そう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 、うん、じゃ続いて、はい、こちらの選手です、はい、福田長政。おお、でもそう結構もうベテランになってベテランなんだけども、ね、2軍ではもうめっちゃ打ってるんだよ、はい、でまあ1軍上がってきてまた代打とかでまた4打席最近上がってきましたよね。そうそう、4打席しか立ってないんだけども、うん、はい、でももうやっぱりね4打席出させないと、うん、多分生きないタイプだと思うんだよ代打とかより、はい、ってなった時に、うん、外野とかでバンテリンドーム広いからなんか不安あるって言うんだけども、うん、狭い球団だっていっぱいあるから、はい、球場が、うん、そしたら、はい、まだワンチャン輝けるんちゃうかっていう、うんうん、でもう2軍でやることないよ、はい、2軍で3割6分6厘も打ってたらすごい、もうやることないやん。そうですね、あと1軍で結果残すだけじゃん、うん、でもそれで1軍で残さないんだったら、うん、もう環境変えた方が本人にとってもいいかもわかんないし、確かにスタメンで使ってもらえないんだったら、うん、もしね出られるところあるんだったらっていうのはありますね。そう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 、うん、そういったところでもあの福田選手が、うん、欲しいチームあると。はい、俺はいいんちゃうか、使わないんだったらね、はい、やっぱりスタメンで出た方が俺は、うん、あの威力発揮すると思うんだけども、はい、でも今のドラゴンズ、うん、大島、岡林、細川いるから、うん、でまあ鵜飼とかも使ってくるわけでしょ、はい、だからブライトとかの方が育てたいから先に来るわけでしょ、うん、はい、ってなったら順位どんどん下がっていくじゃん。そうですね、そうなってくると、うん、やっぱ代打だけになるから、うん、代打より絶対4打席立った方が、うん、こう本人の能力発揮しやすいと思うから。確かにそうですね、うん、あの若い鵜飼選手、ブライト選手って、ね、まだ、ね、2年目の選手がいるのでね。そうそうそう、それだったら俺はもう、うん、
福田、はい、ワンチャンいいんちゃうかっていうね、で合う球団があるんですもんね。ある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 、うんうん、続いてピッチャー、はい、ピッチャーね、はい、こちらです、はい、橋本優輝。ごめん、印象があれになっちゃいましたね、やっぱね、3者連続デッドボール、うん、でも2軍じゃ最近もめっちゃ抑えてんだよ、はい、いい感じで、えだし、あの3者連続デッドボールの前も抑えてるんですよ、うん、そう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 、うん、で今左がね、はい、あの上田と、うん、あと福が一軍にいるんだけども、うん、はい、チャンスないんだったら、うん、環境を変えた方が、はい、いい可能性もあるから、うん、力あるからね、はい、で2軍でもここ数試合めっちゃいいピッチングで、うんうん、結果だけ見たら抑えてるから、はい、だからワンチャンいいんちゃうかっていう、まあ、もしかして今年まだまあよかったら立浪さんが1軍に上げる、上げてくる可能性もあるけどね、うん、でももう上げてこないんだったら、うんうん、いいんちゃうかっていう、それほどまだだって若いですし、そう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 、うん、あと俺の期待の梅津くんが、はい、今2軍でようやく投げ出しました。大絶賛でしたもんね、いつも。でもこの前6失点してました、はい、今どんなピッチングになってるのかがちょっと見てみたいっていう、そうですね、現状最近分かんないからね、うんうんうん、でも俺はもう橋本使わないんだったら、うん、もうワンチャンいいんちゃうかなっていうね。であともう一人、はい、まだいますか、岡野雄一郎。おー、29歳あれ先発してた、そうそう、今年はまあ2軍で ね、10先発、はい、クオリティスタート5回、うん、2勝4敗と、うん、いうところでね、はい、今投げてるんだけども、うん、まあドラゴンズもちょっと先発固まってきたからね。そうですね、だって柳でしょ、うん、で小笠原でしょ、うん、で高橋でしょ、うん、で今年あの福谷がね、はい、あそうですね、めっちゃいいからね、うん、で涌井ね、あそうですね、うん、でまあ今大野が怪我してるからね、うんうん、あれだけども、はい、で松葉ね、松葉投手、うん、で勝つのがリリーフ回っていい感じだしね、はい、っていう感じだったらちょっとチャンスがね、うん、どんどんちょっとなくなってきてるから、はい、そう考えると、うん、まあ、もし誰かが怪我したら次に来るのが岡野かも分かんないんだけどね、うんうん、2軍から投げていくのが、はい、まあ、あとは鈴木博とかもね、うん、先発でひょっとしたら種まで上がってくる可能性もあるし、はい、青学の後輩ですね私の、うん、鈴木岡野、あ岡野、はい、だから、まあ、岡野もし使わないんだったらワンチャンね、うん、でまた中地とかもね、はい、そうですね、来るかも分かんないしね、うん、だから岡野とかもまだ今だったらいい選手と交換できるんちゃうかっていうね、はい、29歳、うん、で今年はまだ登板なしところもあるけどね、はい、ドラゴンズはそういったところかな、はい、まあ、ビシエドがやっぱ目の前じゃん、どうですか皆さん、ビシエドどうですかね、うん、確かに使わないんだったら欲しいところはめっちゃあると思う、しかもめっちゃいい球団あるしね、はい、おえどこだろう、使わないんだったらね、うん、でファースト細川で、うん、外野迂回とかも使えるわけでしょ、はい、うん、もしくはね、外国人がね、うん、アキーノ、はい、カリステ、うん、アルモンテ、はい、が来るかもわかんないしね、うん、まあ、あとはもう皆さん次第だね、はい、まあ、ファンの方どう思うかっていうね、うん、だからファンの人がどう思ってるか書いてほしいね、はい、いや使わないんだったらだからね、はい、2軍に落とすんだったら、うん、もうワンチャントレードでも俺は面白いんちゃうかっていうね、うんうん、そうですね、うんうん、まあビシエドイコール中日ってイメージはね、うん、ありますけどね、うん、まあ皆さんね、はい、13回目、うん、ぜひ広告期待。はい。